戻ってきたよ。戻りましたよ。戻ってきた。完了。完了したよ。ただいま。応募した。多分できた。わかんないけど。え、承認ってすぐされるの？なんか応募して応募すぐできたんだけど、割とあれいいのかな、なんか注意事項を書いてあって、でもしそのイベントのなんだっけ、例えばルームレベルが違うとかそういうのが引っかからなければ大丈夫で、配信イベント開始日が10ノートに書いたんだよね。それちょっとお待ちください。そう、6月16日までに応募して、17日から7月7日までだよね。ねえ、何投票モードってどうしたらいいの？何ちょっと教えて、まだそこも初心者だからわからない、助けて。投票ってあるでしょ、投票。あ、これ投票ありました。そしたらこれ押したらどうなるの？あ、首映ったそれにしといたら種投げれなくなる。どういうこと？いや、受付はね6月16日の23時59分。え、でもこれ応募した時にレベル0か1だったらいいんだよね。それだったらいいんかな、このままでも。お願い教えて。そう、イベントは来週ですね、17日から7月の7日までです。コメントが固まってるよ。固まってるのかしてくれてないのかどっちなんですか。お願い教えて、みんな。視聴者が種投げるとポイントが溜まってルームレベルが上がる。お、上がっちゃダメなのか。私って上がっちゃダメなんだっけ。応募してもう応募したからいいんじゃない？ダメなの？てか上がったら何なの？もう応募したなら平気なんじゃない？知らんけど、めっちゃ無責任じゃないですか。どうなんだい？ででで。久々に動く通算見れて泣いてる。ウケる。泣かないで。どうしたらいいんだ。もういいか、これでダメかな。できんかったらもうしゃあなし、違うイベントに参加しますわ。うん、
OK、 もう結論、もう無理だったら無理で違うのに参加する。そしたらもうカラオケの方に行きますね。ただ初心者すぎて何も理解してないんですけど。今何時だ、5時35分、私の時計だと。みんな何タイムですか、こんな時間に来てくれる人言い方やばいか。まあいいや、とりあえず喋りましょう。時計読めるようになったの？え、だいぶ読めますよ。ただなんか不意に今何時って言われるとちょっと時間かかるけど、今は大丈夫。仕事終わりに見てるよ。何時に起きてたんだろう、何時から仕事してるんだろう。つーちゃんが配信するって言うから。つーちゃんのつーの字全然違うんやけどな。ギフト見ます。マッキーさんありがとう。オニオン体、玉ねぎ食べれない。テロップ知ってる？テロップってここに文字が出てくるやつでしょ。そう、元 SKE です。そんなに誇らしく言えないんだけどね、私。でもみんなそれを知ってきてくれてます。多分。応募したよ。いいんかな私。本当ありがとう、そんなことないよ、知ってきてる、ありがとう。誇らしく言えるでしょ、ありがとう。なんか懐かしいって言い方もあれですけど、今頑張ってる人たちに申し訳ないですね。なんか総選挙でランクインしてたから名前覚えてる、ありがとうございます。キャッチフレーズは黒歴史、それあなたが言うことですか？でももう25歳ですよ、25ですよ。自分が SKE 入ったのは17歳ですね。はや、あと2年したら10年前とか言えちゃうレベルですね。怖い。でも25に見られたことがないですね。20歳、21歳ぐらいって言われる。見えない棒読み、ちょっと追放しますよこれは。皆さん 何歳から知ってますか私のこと。イベントルーム一覧に多分承認ってか、どういうこと？イベントルーム一覧にいたから多分承認されてるね。どういう意味承認？声変わりした。あ、でもちょっとカサカサですいつも。だったからかな。それはないな。なぜアマ枠？とりあえず今はアマチュア枠からスタート。18歳の時から知ってる。あ、コメントが早くて読めない。卒業してから知ってくれた人もいる。そう、多いよね。卒業してから知ってくれた。1年くらい前、卒業する1年くらい前。1万年と2000年前から。それはあれやな、歌やな、きっと。そんな昔から生きてないから。そう、コメント早すぎて泣いてる。
電子レンジ事件はちょっとやめて。え、でもあれ前ニュースでやってたんだって、同じように。私は悪くないって分かったよ、あれは事故だった普通に。もう皆さんも気をつけてね本当に。あ、また口開いちゃった。そう、私はねこれからが楽しみですよ。8月楽しみにしててほしいな。なんか質問ありますか、こんな私ですが。一人で話してんの恥ずかしい、見られてたらやだな。会社到着、頑張ってください。画像が夢ってどういうこと？まあ、私はね現状を言うとね、まあ去年はセーブされてたわけですよ。その期間を使って自分が腐らないように歌の特訓をしてきて、今年はリスタートしたいなって思ってるんですよね。で事務所の人ともいろいろ話しながら、まずできることからをやろうよって言われてるので、やりたいこととできることが本当に全然違うんですけど、でもいきなりできるやりたいことをねやってもっていうか、まずできないんで、本当に今自分のできることをやって、ファンの人とそれを通して交流して、ゆくゆくは夢を叶えれるようにっていうのを今年は考えてます。そう、1年間セーブ期間でした。実は言っていいのか分かんないけど、言えないこともいっぱいあるじゃないですか、言いたくても。だから勘違いもされるんです。でもいつか報われるのは分かってるので、真面目に頑張ってきました。それでもね、こうやって待ってくれてる人がいるっていうのが私は嬉しいです。だから頑張れたよ。ここにいる人だけの秘密です。別にいいけど、言っちゃっても。でも去年1年間でなんか今まで当たり前にできたライブとかイベントとかができなくなって、すごいありがたみを感じた。で、話してるのが恥ずかしい。またあれだね、また日にち見つけてゆっくり話せたらいいですね。本当はやりたいこといっぱいあったんですよ、去年も。考えてたこともいっぱいあったけど、急がば回れですね。でもなんか自分の歌のレベルが本当に人の前で歌えるレベルじゃないっていうのにも気づかされた1年だったから、ある意味良かったです。なるようになるし、本当に下手な歌をよく聴いてくれてありがとうございます。
だからとりあえずできることからということで、グッズがもうすぐ出るんで待っててください。ねえ、一人で話してるのがなかなか恥ずかしいんだけど。外に聞こえてそう。この声の大きさ聞こえますか？聞こえますか？聞こえる？ちょっと6時半って言ったけど、それは長すぎるね。6時にします。なんでかって携帯の充電がやばいからです。充電できとんのかな、これ。充電できてなかったら途中で切れるかも。難しい、一人で喋ってるの寂しいよ。15話のテロップが出たから、これで本日の配信が成立したよ。なんかこれ曲をさ、なんか登録したら使えるんだよね。ショールームは充電、ショールームは充電。